おはようございます、スポーツ部活チャンネルの立ち順です、3月26日の金曜日ですね。今日は、ちょっとスポーツ部活チャンネルなんでちょっと話がいっぱいそれちゃってるんですけど、またちょっとミッドナイトスワンの音楽担当の渋谷圭一郎さんについてお話しします。結構ミッドナイトスワンの視聴すごい多くて、でやっぱりその僕がちょっと音楽賞に渋谷さんがノミネートされてないっていうのに結構反応が多くて、もちろんスマップファンの草薙さん、僕スマップの同世代なんで、もちろん草薙さんも好きだし、あとね、監督とかプロデューサーとか、まあいろんな褒めるとかあるんですけど、渋谷圭一郎さんの僕がミッドナイトスワンを最終日3月11日の、まあ、たまたま見に行った理由っていうのが、渋谷圭一郎さんをずっと、もう何年前かな、もう5、6年、もっと前かなからウォッチしてて、渋谷圭一郎さんの映画の音楽を聴きたくてっていうので行ったっていうね、理由がね、皆さんと結構ちょっと違うかもしれないですけど、まあ、その理由とかね、説明したいと。で、渋谷さんってあれなんですよね、東京藝術大学の作曲家を出ていて、でまあ東京出身、地方にちょっといらっしゃって東京に来て、ほとんど東京出身の方で、でこうね、スポーツ部活チャンネルなんで言うと、学生時代でバレーボールの部のキャプテンになったんですよ。でなんかアタックっていう個人のね、インディペンデントの会社ってね、まあ、そのアタックが アタックのスペルが ATAK なんですけど、まあ、渋谷さんがその学生時代バレーボール部のキャプテンだったからかよくわかんないですけど、インディペントのレーベルでね、アタックっていうんで、まあだったらいいんですけどね、バレーボールのアタックと一緒なんで、キャプテンで、で、なんか全然チームメイトが来なくて、サーブばっかり、なんかサーブめちゃめちゃうまいらしいんですよ。で、選手が来ないからサーブばっかり練習、チームメイトが練習来ないから一人でサーブばっかり、アタックとか練習してたらめちゃめちゃ腕が強くなって、その腕の、ね、上腕二頭筋、前腕筋群、僧帽筋や三角筋、この腕のアタックの強さでピアノが強いね、でん、あんじゃないですか、ミッドナイトスワンの曲も、あれもね、バレーボールで培った筋力だなと思いますね。だいぶ経ってますけどね、まあ、メンタル的にはすごい、僕もツイッターで何度かね、絡んでもらったりしたんですけど、プロレスとかもまあまあお好きで、バリバリ体育会系の人なんですね。東京芸大をね、まあ、現役で行ってるぐらいすごい人なんですけど、まあ、なんかバレー部時代に音楽家になることを決めたって言ってたんで、まあ、東京芸術大学目指す人は体をね鍛えてくださいね。で、渋谷さんなんですけど、まあすごい数々の経歴がいっぱいあるんですけども、まあ、一番、代表するのは僕が知ったきっかけにもなったんですけど、ボーカロイドってね、今ボーカロイドって の, あのボーカロイドっていうソフトがね、ヤマハが作ったんですけど、ヤマハ発動機って浜松にあるね、まあ、楽器とか初音ミクってあったじゃないですか、ミクね、大ブレイクしたボーカロイドで曲をね作って、もともと電子音楽とか作曲家でピアノはもちろん弾けるんですけど、東京芸術大学ピアノ弾けないとまず受からないので、音楽系はなんだけど、その個人じご自身でね、まあ卒業してからもうすぐ結構すぐ就職せずに、まあ大学の非常勤講師とかはやってたのかな、なんかまあいろいろ仕事をもらってね、結構生活も困窮してたらしいんですけど、まあ多分ご実家はすごい裕福だとは思うんですけど、まあでもすごい
ハングリーなね、ストイックな感じで、もうやりたいことだけしかやらないみたいな、まあすごいね、東京でも珍しいっていうかね、日本でもそういうスタンスでずっと個人でね、大学卒業してだから24くらいからやってて、でまあその僕が知ったのが多分ボーカロイで、その前からね結構その音楽界隈ではねご活躍されてるんですけど、でそのジエンドっていうボーカル初音ミクがバーンって世界中にいた時に、まあね、すごい電子音楽でコンピューターが歌ってみたいな、すごいじゃないですか。それで、まあ、渋谷圭一郎さんが、まあそのね、音楽の基礎もあるしっていうので、ジエンドってい こうオーケストラみたいなね、まあ YouTube で検索すると出るんですけど、それでまあ一躍世界的にね、まあボーカロイドって新しい世界じゃないですか、コンピューターが歌うんで、初音ミクというね、架空のっていうか、こうニコニコ動画でこう皆さんがね、いろいろ曲を提供したりした、あれなんですけど、で、まあヨーロッパとかね、まあ一番称賛を受けたのがフランスのパリのね、オペラって、皆さんオペラって知ってるの、本当のオペラがあるオペラ駅ってあるんですけど、パリにそこのオペラガルニエっていうとこでコンサートやって、もう世界中から称賛を浴びて、まあ日本ではねやっぱりニュースにはなあんまりなってはいるのかな、なんかもうものすごいやっぱりすごいとこなので、オペラっていうのはパリの、まあヨーロッパとか、まあそういうのですごい評価をされて、で今もアンドロイドのねオーケストラとか、大阪大学のねアンドロイドあるじゃないですか、マツコデラックス、人とまあなんか対談とかしたりして、実際この機械のアンドロイドでオーケストラをやって渋谷さんがね、まあ指揮者というか総合指揮をやってるのかな、でそれも結構すごくて、それも YouTube でね上がってるんで見るといいんですけど、まあでその僕なんか面白い人や、僕面白いことやってる人が好きだなと思う。あと、まあ、割と体育会系っていうかね、メンタル的にこうすごい渋谷さんとかってこう、まあ本当に文化系の人には申し訳ない、オラオラ系だとは思うんですけど、でまあまああと渋谷さんのそのナチュラルで正直でユニークなとこも面白いと思ったし。まあなかなかその結構格好つけるじゃないですか、東京芸大なんか、まあ僕東京芸大出た高校の2個下のね陸上部の後輩も東京芸大行ってるんですけど、まあなんかまあ別にね美大とか音大いっぱいありますけど、まあなんかユニークだなと思ってやってることがみんなと違うっていうかね、まあクラシックももちろん分かっていて、新しいことを求めてる人だなと思ってずっと、まあ、ウォッチしていて、でまあもちろんちょっと、たまたまかな、一回僕が結構好きな東博樹さんとの対談とかも僕が一回行ったことがあって、まあそれもね批評家の東博樹さんとももう昔から知り合いで、まあちょっと似てる結構マッチョ、まあ言い方悪いけど純粋な人たちっていうか、まあ一部のオタクには気に入られるんですけど、もともと東博樹さんも渋谷さんもどっちかというとストロングスタイルというか、まあ、ていうかあれが世界のスタンダードなんですけど、日本人ってこう固まってそういうやつをこう なんか怖いとかすぐ言うじゃない、なんかビビリン国民なんでだから徒党を組むっていうね、まあ僕教師やってたって分かるんですけど、日本人の傾向だけど、まあこう個人でやっていくっていう、インディペンデントやっていくって、東博樹さんも自分の会社で渋谷圭一郎さんも自分の会社を立ち上げて、レーベルを立ち上げて個人でやってるっていう、個でやっていくっていう、まあそこがなんか好きだなと思ってまあそれ東京っぽいなと思ってんですよね、僕それインディペンデントでやる、特にまあそのメディアっぽいのを個人で、あとはね僕人津田大介さんもそうなんですけど、じゃあ話も個人でね、まあいろいろな批評や批判はあるけど、個人でやってるっていうところに何か
自由さからっていうかね、言論に。で、まあ、あの渋谷さんが、で、まあ、あの、あと、渋谷さんのプライベートで、まあ、これ、まあ、ウィキペディアとかにも多分載ってると思うんですけど、渋谷さんなんかね、昔、外国、ハーフのモデルの奥さんがいて、で、まあ、ちょっと亡くなられてね、あの、若い時に。どこだったっけな、結構マリアさんっていう、あの CD ってマリアっていう CD もあるんですけど、まあ、それも僕ちょっと聞いてちょっと感動して、もうだいぶ前ですよね、それも 10年前くらいなのかな、ちょっと忘れてたんですけど、であのご結婚されたんですけど、奥さんが亡くなられて、東京でね、東京でモデルやってた方なんですけど、活躍するマリアさんって、まあその死とか愛する人の死とか、まあ多分一番美すごいお美しい方で、渋谷さんもすごいかっこいい方で、こう大すごい幸せだったんですけども、突然奥さんが亡くなられて、あの死因はよくわかんないですけど、まあそういうあのまあやるせない感情とか、そういうのもまた音楽にこう没頭できるっていうか、またさらに渋谷圭一さんはストイックさを増すんですよ、そのあの愛する人へのね、あの愛する人の死によってね、でまあ生きるって何かとか、死って何かっていうことをものすごい突き詰めて、いつもなんかね、渋谷さん、まあ僕全部吟味してるわけじゃないですけど、まあその愛する奥様の亡くなったことによって、しかも結構若くしてなので、渋谷さんも若い時にね、でその生きるって死ってどういうことかなっていうのをこういつも突き詰めて考えながら、こう芸術をっていうか音楽をこう表現しているっていうか、でやっぱりそのやっと時代に、渋谷さんがそのミッドナイトスワンっていうね、こう草なぎ剛さんっていう、あと全裸監督のね、あの内田監督みたいな、まあね、ネットフリーの有名な人じゃないですか、内田監督言っても、でな、草なぎ剛さん、スマップのね、でああいうまあインディペンデントな映画とはいえ、こうそういうちょっとメジャーな、まあ渋谷さんテレビとかもね出られてるんですけど、たまにね、まあ、ほとんどね、やっぱり一般の人は多分知らないと思うので、まあ、ネット界ではね、結構ニコ動とか見てるような人、ネットが詳しい人はちょくちょく見ると思うんですけど、ラジオとかも出るし、だけどその結構かなりメジャーな舞台で、しかも素晴らしい映画とね、スタッフに巡り合って素晴らしい曲ができて、で僕そのミッドナイトスワン見る前に音楽を聴いて感動したんですよ。でやっぱり渋谷さんのその今までやってきたね、その奥さんとの死別だったり、まあ個人でね、インディペンデントで一回もまあ就職もしてないですし、こう本当にね、なんか明日のお飯どうしようかな、食えるかなみたいな生活もしてたらしいんですよ。家賃がなんかもう払えない時も、なんか前ライブ前のラジオで次の月の家賃分がもう口座になかったっていう話も伺って、まあでも逆にね、またなんか借金してやったるぜみたいな、そこちょっと体育会系だなと思って、なんか次の月の家賃が払えないのに、また借金して機材を買って音楽をさらにいい音楽を作るためによっしゃーみたいなので気合でね、そしたらやっぱり多分いい音楽が作れて、それがまたお金になりみたいな、まあね、時代が時代だったらパトロンがつくと思うんですけど、まあ今はパトロンとかついてるんですかね、わかんないですけどまあ本当にそのめんどくさいことが嫌いな、すごいシンプルな人なので、まあ、そういうとこも僕すごい好きだなと思っていて、でまあそのミッドナイトスワンの話に戻るんですけど、その多分まあ映画でなんかあの音楽ピアノあるじゃないですか、まあ今YouTube なんか結構すごい映画をなんか多分ご視聴されて作ったと思うんですけど、依頼されて、まあすぐ作っちゃったらしいんだ、パパパって。まあ、完成するまでは1週間ぐらいかかったけど、まあ、すぐ思い浮かんだって、やっぱりそれってやっぱり今までその生きるとか死ぬとか、まあ、その
日本のね生きづらさとか、まあね、日本の良さとかその全部分かっているからこそこう思い浮かんだと思うんですね。あとまあやっぱりあのクラシックをちゃんとやってきたとか、あのねこのスワン、いやクラシックバレエじゃないですか。だからなんかコメントでどっかのなんか被災市場みたいだなとかなんか書いてあったんですよ。わかんない、被災市場かなんか坂本龍一みたいな曲ですねつって、それつるバカですよバカ野郎です。クラシックはそういうまあ僕がちょっと楽天とかはわかるんですよ。まあすごい中そのよくコメント書き込む人が中途半端な情報と渋谷さんとかのあとクラシックも多分分かってない人だと思うんで、そういう人がなんかバカみたいにディスコメント書くんで本当はアホだなと思って、日本人結構そういう人多いんで恥ずかしいのでなんかそういうのはねみんなやめましょうね。これ見てる人はあんまりそういう人いないと思うんですけど、まあなんかそのねジブリっぽいなとかピアノにはみんなすごく聞こえるんだみたいな、ねえモーツァルトとかのアルバム聞いたことあんのかお前みたいなね、バロック時代わかるかなんかね、バッハ、ヘンデルとかハイドンとかモーツァルトとかベートーベンとかシューベルト、ウェーバー、ロッシーニ、メンデルスゾーン、ショパン、シューマン、ワーグナー、リスト、ブラームスとかね、チャイコフスキーとか全部軽く聞いてからそのね被災市場に藤原慶一郎が似てるとかそういうのを言えばいいわけであって、まあそういうなんか変なもう本当ハッシュタグとかディスコメントとかねもう やめた方がいいっすよね。なんか日本のこの今回のミッドスワンの映画の素晴らしさが下がっちゃうんですよ。日本人ってこう出る杭打つっていうかね、叩くっていうか、こんなに素晴らしいものができているのに、そんでまたあれですよ、日本アカデミー賞コメントくれた方ありがとうございます。なんか毎日なんとか大賞とね映画批評で音楽賞もらってたっていう、まあなんか毎日なんとかっていうのは知ってたんですけど、まあでも日本やっぱりアカデミー賞っていうね、日本のまあ歴史ある古いね4つねノミネートされなかったっていうまあ現状というか、だって初音ミクでワールドツアーやってる人ですよわかります。しかもあの人あれですかね、フランスのアーティストビザよりすごいやつ持ってるんです。あの人永住権持ってて パリに認められて、そのジエンドっていうパリ、それぐらいすごい人なんで、柴田さんフランス住めるんですよアーティストとしても見てもらう、そんな人がいますかっていう、まあアメリカやヨーロッパでも見てもらえてるんですけど、そんな人がアカデミー賞のノミネートの中にいますかって言ったら、はい、いませんし、まあでもねやっぱり映画とかって興行っていうので、まあ、興行収入はミッドナイトスワンは他よりもねちょっとやっぱり後ろ盾がなかったんで、まあしょぼね売り上げは低いかもしれないですけど、まだこれからねグーンってね僕行くと思うので、絶対ねミッドナイトスワンはあと内田監督もやっぱり外国育ちっていうのも良かったと思うし、まあね全てが僕はまあ偶然が必然だと思うんですけど、すごい良かったなと思っていて、まあその渋谷さんのね話戻るんですけど、まあそれぐらいものすごい長いもう10年20年ぐらい積み上げてた曲なんですよ。やっぱりあれはまあ本業は作曲家なので、まあいろんなねパターンのまあクラブ DJ とかもやるし、テクノロジーをね使ったね音楽っていうか、とにかく新しいものに挑戦する方なので、ただまあその芸術性とか、まあ、哲学とかもものすごい面白いし、なんかもうちょっとフューチャーしてほしいなと思って、僕は すごい思ってね、ちょっと音楽賞についてって書いたんですけど、まあ今回はちょっと渋谷慶一郎さんについてお話ししました。はい。まあ、調べればね、いろいろあるし、何が、やっぱりでも生で渋谷さんの聞きに行ったりとか、生でその、その話をね、まあ、割とね、ラジオとかは、ネットの番組だとゲストに呼ばれていろいろね、お話をしてるので、まあ、ちょっと、上品な方たち、
あのもう学歴もね、東京芸大の作曲家現役で一流だし、やってるパリのね、あのビザも持ってるぐらい、フランス政府からね、こう優秀なアーティストってこうビザがあの付与されるんですけど、まあ、それぐらいの認められてる人なんだけど、やっぱりちょっとやっぱり日本人の僕たちの普通の感覚ももちろんある人で、まあ、ちょっと辛口なんで、その王子様に憧れてるような人は、女性とかとかはちょっとエッジが効きすぎて悪が強いかなと思うんですけど、まあすごいでもお話を聞いてて面白いし、ツイッターとかの発言もね、ものすごいあの普通っていうか、僕同じ世代で同じ感覚に近いので普通かなみたいな、やっぱりあの本当のことを言うっていうかね、本当のことを言う、あまあある種ね、まあ空気が読めないって日本的には言うのかもしれないですけどね、まあっていうのでね、まあ本当に海外のね賞で音楽賞を多分もらえるといいなと思ってますね。はい、というちょっと長かったんですけどね、あの渋谷圭一郎さんの今あの渋谷圭一さんの個人ウェブサイトで CD2 枚買うと、あの僕もやってるんですけど、タロット占いをやってるんですけど、あの部活じゃないのでタロット占いも投稿してるんで見てください。あのタロットカードに渋谷さんのサインが書いて CD としてもらえるらしいです。あの僕ちょっとすみません買ってないんですけど2枚ということなんで、もし興味のある方は渋谷さん の、あのクラシックピアノじゃなくてね、あの、まあ、他の あのピアノの素晴らしいし、あとボーカロイドも面白いのでちょっとあの見てください。はい、それでは渋谷圭一郎さんのお話でした。バイ。